あれはワクワクしますよ。そうだよね、乙女心をね、うん、くすぐりますよ。あれは乙女心、うち乙女心なのかな、これはバディ心ですね。バディ心、バディ魂。うん、でもよくできてるよな。最初はグー、最初はグー、オブザフラーグ、はい、ファイナルフリーザのモンスターは結構すごい、うん、ジャージアンドドロー、あ、もう引いたじゃん。結構高いんだよ、あれ買うの。そう、まあそれですよね。ゴールデンバディボックス4000円ぐらいするんじゃないかな。え3個もデッキ入ってて、こんな豪華な箱が入ってる。そう、それほんとびっくり言って。ただまあ、デュエマにはリューレットマシンが入るっていうね、とんでもない。え？あ、いいんです。そう、とんでもない。だから全然やっぱデュエマに遅れてるんだよね、インパクトも。え、ルーレットマシンが入る。そう、デッキにルーレットマシンが入ってる。え、何それ。うん、ダイスでよくねみたいなのが、わざわざタイソンがチャージ&ドロー。え、そのデッキとかあるんですか。そう、でデッキにこれを出したらそのルーレットマシンを回すって書いてある。それで遊べるらしい。あ、わかんねえ。インパクトの演出の仕方が全然違う、段違いに。まあそうです。まだまだね。ただどっちかってバディの方が面白いんだよね、ゲームとして。確かに、確かこれが旧世界のバディーコール。出ちゃうの。もう出ちゃいました。あーあーあー、しょぼいカードを見せてしまったね。そういうのであれ、あれ入れればいいじゃないですか、ね、なんです、うん、ジェネシスじゃないや、ね、なんとかジェ、ゲージ1払って、ね、あー待ってね、2回攻撃待って、ただゲージがない。私が泣きますよ。もうゲージがないよ俺。知らないわ。知らないわ。もうしょうがない、ここはおとなしめにピシッピシッ2回かけピシッ行きましょう。エンドドロー、ゲージがないね。そう、まあ2回5000突破するのは結構難しいんで。うーわ、待ってゲージに、うん、ドン。なるほど、サルジさん対決。じゃあ効果で入れて3枚選んでプラス1。なるほど。今手札から出した、はい、もったいなくね。まあそうなんですよ、デッキから出した方が強かったんだね。そうなんだよ、まだ分かってないね、楽天を。楽天楽天、そういう、そういうとちょっと、あのだって今だったらこっからこの効果で出した方がね。まあそうだったんですけどね、うん、強かったよ。はい、じゃあ、はい、じゃもう一発、はい、エンドです。よっしゃ、ダブルダブルダブル。いや、こっち手札が本当にね、ドロー、えぐい、うん、えぐい。同じカードが3枚あるとこの気持ち、うん、これ効果捨ててドロップからドラゴンアームズを入れられる。それですよね、強いよ、知ってた、うん、強いよ、この動き強いよ。ライフ1払って、これこれね、またね、これドロップからソウルみたいな、モンスターを入れるのか、はい、入れます。ゾリエクを入れるとか、すっごい贅沢でしょ、贅沢だわ。あ、こっちこっちに出す、ごめん、はい、なぜなら、あ、でもこれ以上は浮かんとこっかな。8000、つまり連携、ちょっと待って、連携です、しなくていいや。アタックしてライフ1払います。ですよね、知ってた、効果破壊ですよね。で起きて2点、行きましょう。でこいつは打撃プラス1されてます。2点、行きます。エンド。ドロー、チャージアンドドロー。で、待って、ちょっと、弱い。だから今、これ、この効果戻して、この効果使えば、これまた出せる。どうしようっていう状態ですよ。そう。この効果忘れてるよ。はい。あ、じゃあそうしよう。ね。で、戻すんでしょ。で、ライフは回復しないけど、ゼロになったんで効果使います。はい。で、1枚戻す。そう。で、ゲージは支払える。はい、まあそうなんですよ。コールコスト払うんだよね。コールコスト払います、うん、じゃあこれを持ってこようか。あ、そっち貫通、あ、なるほどね、2回攻撃貫通ね、そっちにすると。で、ゲージ1は払ってください。はい、もう ゲージ1払ったよ。
はい、手札に同じカードが何枚もあるっていう気持ちがすごい、うん、これ2回攻撃貫通か今あ、はい、セントリーや辛いじゃあ もう一発じゃあ2点ちょっと待って2点を引いてくださいちょっと待ってね、2回目の2点で、ね、ちょっと待って、1回目の2点の時ちょっと待ってあ、はいこれ、じゃあ、うん、じゃあこのやつ、ねね、いいカード持ってたじゃあ防御力5000以下破壊するゲージ1とライフ1あ、ひどいねあ、ひどいごめんね、巻き戻ったあ、はい、エンドですよし、取ろう、やっちゃうじゃんだ、だろここはこれコールしちゃう、ゲルジーチーのこれコールクロスナイズはクロスナイズはしなくていいかな、打点稼ぐ、はい、ダンスなら1、2、3、4、5、6、2、合計7点なんですね1点あ、浮きますクロスナイズは合ってる2点浮きます2点、はい、合計4点こいつも2点はい、ありがとうございましたクロスナイズはっていうこれね、決め抜けると隙をね見逃さない無事やよそういうことなんだしょうがないね舞ちゃんだからしょうがないね今仕方されてるんだよねあ、はい、しましたちょっとしましたしょうがないしょうがないからやってあげようっとね、オープンザラック、はい、さあデッキは混ざってるんだな、はい、最初はグイッグイッどうぞあ、そうだそうだ早くこれ欲しいね、これですねこれ、今スルガヤで注文してるからはいスルガヤだするがよ、ほんとそもそもですほんとだ、仕入れ先より安いんだもんなんだろうアンジェラス、フォーカー、うん、なんだろうおっきいスイッチ今引いたはい、はい、はいこれ、はい、放置分がアップか、ドロップゾーンを1万以下で使えるんですよ、うん、強い、ま、じゃあ2点2点、2点、受けよエンドだエンドじゃんドロッチングドロッチングからのチャージングからのドロッチングなるほどあこれはあこれぬるいなゲージ2払う、はい、そしてその後ドロップゾーンのカードを入れるって書いてあるね、はい、入れる、うん、同時じゃないんだなこれ地味に書き方が違うで効果でゲージ1を増すこいつねはいでこいつはね、まあ、ネオドラゴンの時、移動は得ていますとはい、うん、ただしただしここでコールして登場した時じゃあコールした時に、はい、待ってようんどうしよう打撃プラス1ですこれあはいもう出た時効果です合体しなくてもあそっかじゃあいいや、うん、じゃあもう一回出してもうプラス1、4危険だっちゅうと思っていいですか4になってあはい大丈夫ですじゃあこれ未来先生術でこの2つ目の効果使うね申し訳ああ両方になる方だレジェンドになるレジェンドになると貫通もえますえちょっと待ってちょいいですかあはいどうぞいいですかはい4点貫通キャストじゃあなんと攻撃対象これ強戻せ強いキャストじゃあ強いなザファーでも私です1点浮きますあこいつら出した意味だからキャストこいつら手札使った意味そうなんだまあちょっとやってみたかったなこの動きこれで全部浮き消し基本的にこれ2ドローした方が強かったって話だよそうですよこいつで全部消したこれやるんだったらもうそれでライフゼロになるチャンスの時にやる感じだなですね基本2枚引いた方が強いよこれそうだよやっちゃったそうだよこれがあるからそうだよねじゃじゃんどこ全然序盤でやる動きじゃなかったちょっとドヤ顔決めたわドヤ顔決めた
これ反省、俺の反省点です。もうじゃあアンジェラスでもうフォーギブアヌのでワンドロー、はい、で装備おでゲージ使って、うん、テントにファイティア、やめろそれは本当やめろ。ゲージ1のライフ1支払って、うん、天竜人命3枚戻して2枚ゲージ2枚手札プラス、うん、うん、3枚戻して2枚引ける、なるほど、はい、逆に3枚戻せなかったら引けないんだな、ここが。そうです、結構難しいの。でドレアマーティの効果で戻してゲージプラス1、強い、強い。でゼロなんでこれがあで6点パンチング、しょうがない、完全に2点どうぞ、2点もらおう。じゃあもう一発どうぞ。ザーディアックがいるのは使える。ああそうですか。ゲージプラス1ライフ。じゃあこっちだな。オッケー。エンド。ゼロ。全部消したってくれた。まあな。じゃあ。確かにあれはやってみたくなりますね。そうやってみたくなるけど弱かった実際。引いた方が強かった。うん。じゃもうね、そのターンしか効果ないから合体しちゃう。はい。その方が、クロス、クロスナイズ中、ドラゴンアームズなんだ。ん、うん、ドラゴンアームズ。そう、クロスナイズできんだけど、そう、登場時効果であって、クロスナイズしてる時効果ではないんだよね。そう。そういうやつ。だからこれ、フィニッシュ、さっきね、フィニッシュするときに使う動きですね。ライフ12の状態でやる動きじゃなかった。で、ザーって使って13に増やすっていう。そう。警戒値。2回攻撃マン。うわ、で、こいつ弱えな。やっぱこいつの方がやりやすい。ライフ1払えば破壊できるからな。今2回攻撃になった。はい。まあこいつを生かしちゃいけない。バシ。バシ。で、バシ。バシ。なんと。ドロー。ただ、ここをゼロの前にして、あいつを出せるね。チャージ&ドロー。いや、私はこう使うんだよ。うん、ゲージ1。サトビやつは戻っていく。うわぁ。さらにこの方が武器あるんで、うん、3枚戻っちゃ破壊っす。なるほど。でもそれやるにしてもこの効果で出した方がいい。手札が減らない、あ、同じか別に。同じですよ、手札戻してだから同じなのか。うん、OK。 じゃあいきましょう、うん、じゃあ6000貫通、貫通2点じゃ、あはー2点じゃ、あはー、ちょっと、うん、ちょっとさっきの効果読みます、うん、あった、うん、ザリアクがいるのが、あ、うん、クソ連携とか関係ねえのかって思った。じゃあもう一発でし、でしよ、してた、してでしてるプラス1、はい、じゃあ5000だから連携じゃなくて動かないから、じゃあ連携で、ああエンドドラーやばい、ドローライフリンクねえよなって思った人です。これやばいっすけど、これ知らないんすよ、もう最初の2ドローしなかったのがずっと響いてるんだけど。チャージ&ドロー、うわー、終わったエンド。ええ死に札、あら2枚とも死に札だ、死んだ、あらまあ、最初2枚引かなかったのが全て終わりに向かった。知らねえ。みんな気をつけよう、ね、さっきの動きは強くない、このレジェンドワールドにするだけの動きは、うん、未来先生術、うん、そうそう、そうね、だってさ、じゃあ全面形じゃん、え、全連携？嘘です、嘘です。そんな調子乗ったプレイしてるの？だから嘘っていう、うん、じゃあドロップゾーンが0枚なんで2点2点、まあまあまあ、まあ、じゃあもう2点、まあいいと思う、じゃあもう2点プラス1、じゃあもう2ケツバリア、じゃあもう2点、1残したぞ。うっ、ちょ待って、ファイナルフェイズって言いたかった、エンド、クソ、ファイナルフェイズってクソマジで言いたかった、あー、なかった、なかった、ドロ、っていうのは確かアバロンはいるんですよ、アバロンは。チャージ&ドロー。あ、でもこれ、あ、あ、連携攻撃でも。やべえ、やばい、はい、エンド。なんだこれ。あれ今度こそ終わったわ。そう。ああ、もう最初の2ドローをしなかったせいでこんなにハンドが枯渇してしまう。じゃあ、見返りですと、これ、振り返りで1ドロー。もう何そんなに必殺行きたいの、1点削ればいいだけだぞ。いや考えることないです、殴って何かありますから、じゃあ2点、1点じゃん、でこれ引いたからライフ1払わないとコールできない、あ、死ぬ。でこれはまあね、こいつ出さないことには何もドローできないから、うん、
っていう感じで終わりました。あ、次みんな気をつけよう。この未来先生術はドローするのに使おうね、基本的に。私どっち、あのちょっとロマン求めてやっちゃった結果何もできないっていう、ね、あのキャストっていう一言で全部消し去られたそう、このカードによって全部消し去る。あれ絶対やっちゃいけない動きなんだよ。あれでもしさ4点でライフが4しかなかったらさ、チャン、別に確かにチャンスなんですよね。別にやってみても悪くないじゃん、キャストというこれのせいで全部打ち出される。あ、出した。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと